い、ご無沙汰しておりました。昨日から打って変わって式典の話しようぜ。何のために今日ここでこう集まったのか。確かに多少この日韓現在式典の反省をしようじゃないかと。そうですね、だから式典の後にね、台風の話があったんでね、もうすぐに台風のインパクト強かったんで、インパクト強かったですよ、あれは。いろいろ大変だったんで、式典、でもつい最近の話だよね。そうですね、つい最近ですよ。メール読んでおきましょうか。黒江さんから、はい、終戦元帥真島大佐、五十嵐中さん、こんにちは。こんにちは、はいはい、ありがとうございます。9月のツーデイズ式でお疲れ様でした。ありがとうございました。両日とも、とても楽しかったです。両日、2日目見てくれたかな、はい、特に2日目、荒木将棋のジャグリングの可愛らしいミスから、あ、そうそう、あ、次元、2日目結構ミスってたね。そうなんですか。あんだけ難しい状態の中で、はい、足にあの4個目のボールをずっとお手玉してて、はいはいはい、4個目のボールを足に乗っけてひょいっと4つで弾いてるっていうのを、はいはい、リハとかも見てたんだけど、はい、1回もミスったことないんだよ。本番だけ 2,3 回やるのを知ってたね。へえ、匠の奥位置が悪かったじゃないですか。なるほど、匠の奥位置が悪かった。一番安定感がある男がミスるわけじゃない。誰かの含む言い方するよな。元帥登場の際に千葉大将が敬礼を忘れるというお茶目な失敗などありましたが、よく見てるな。よく見てるね。次の真島大佐の八尾大将が全てかっさらっていきましたね。永久先輩。そして生まれたあいたーのネタの引っ張り具合が絶妙で、1日目とはまた違った面白さでした。真島大佐、一斗缶で殴られた頭、かっこ頭皮は大丈夫でしょうか。何の心配も。限りある資源、お大事になさってください。そうですね。元帥も一斗缶でかなり殴られまくっていましたね。荒木将棋が手加減してくれることを願いつつ、見るからに痛そうだけど、実は音の割りには痛くないのかなとも考えていたのですが、実際どうなのでしょう。10月式ではピコピコハンマーなどにしてみてはいかがでしょうか。来月も楽しみにしております。ピコピコハンマーをするフルスイングなら痛いは痛いからな。痛いは痛いです。痛いは痛い、痛いは痛いのに痛そうじゃない。痛くないんでしょ、痛いが。なんかね、一番嬉しくないパターンだね。ピコピコハンマーです。バンってなると。何気にハリセンが痛くてですね。痛かったですよね。ハリセンがずっしんと。なんだあの重量感って思うぐらい。なんだろう、あの、扇子に鉄線とかあるじゃん。パンパンパンと刀をできるのが。はい、そう、これなんか鋼が入ってんじゃないかっていうような。そのぐらいの威力ありましたよね。あれ、あの公演集であれでピートをぶったたいたりしました。とりあえずピートをね、ピートで試してからやってくれっていう。あれ、あれ一番最初に戦ったの僕じゃないですか。え、なんだ、そうだ、あ、そう、あの、とりあえずフルスイングしてみようって話になったところに、僕がたまたまあの帰ってきたところで俺捕まえられたんですよ。意外と俺が羽交い締めしたんです。はい、大佐ともあろう。中佐に羽交い締めされて、勝利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 。時が止まりましたね。大佐ともあろう。いやー、勝利、あれですよ、手加減なしです。そこで、まあ、だってそれはあのボルボだって、あの 毎月新車を2台壊すの。それぐらいしないと、そのステージ上の安全を保たれないしな。なるほど。フルスイングで、そこで何かあの首の骨がおかしくなって人間出たら、そこで変えることになるので、表に出ることはないので。だから真島が大丈夫だったおかげで、あのこのネタはちゃんとステージに出ない。なるほど。もしかするとみんなが知らないところでいろんなネタがこれはステージじゃ出せないっていうものがあの試されてる可能性は。そうですね、ありますね、そういう可能性も。それが本当で八尾大将と言ってしまったと。これはびっくりしましたね。あ、びっくりしましたね。やっちゃったよと。もうそれ、これです。アイタです。これがアイタです。アイタですよ。アイタでもがビビってた。もっと辛くなるこの2つになります。お前は鹿かって。お前は鹿なのか。なっちゃうんですよね、2つに。なんでだか。いやでも、珍しいミスやりましたね。びっくりしましたね。いや結構、あの、まあ確かに、ただ10月なんで、また人結構変わるじゃん、はい、っていうふうに考えれば、怒りそうなミスだけど、そうですね、言わせてもらえば、カイザー、アーデル、ライヒスとやってた元帥って、2週間ごとにほぼ違うので、ね。
優勝は。そうですよね。よく、ね、本当にすごいですよ。やっぱ元帥すごいです。いやいや、ここはもう緊張感持たないと。ただ階級だけはすごく間違いやすい。ああ。だって夜桜中佐、夜桜中佐でもうずっと入ってるから、夜桜大佐にするのって、まあ僕がなんかで、ね、式典中に呼び間違えたら、はい、もうその階級になってもらうっていうの。ドラえもんのそっくりクレヨンみたいなの書いた通りになるっていうすごい幻想論ですよ。ああなるほど。召喚もあの大佐ですがっていうじゃあ今日から大佐っていう下がりさー階級下がりましたね。まあ、あまり五十嵐もその真島のことは言えないそうですね。今回かなり序盤で真島さんが千葉大将のこと八尾大将って言ってしまう。もうこれ超いじってやろうって。打ち上げが楽しみだぜ。いじめっ子センサーが今日は今日一番のネタをもらったと思ってニヤニヤしてたらまさかのセリフを飛ばすっていう。しかも気づいてないんでしょ。全く気づいてなかったです。ね、現世があれだけ睨んでる。そうですね。大体あの位置 の順番が真島さん、釧路君、僕っていう流れになってて、で、まあ、真島さん、まあ、春樹大佐、真島大佐、釧路中佐、五十嵐中佐。そうですね。だからすごく順番にもなってる。そうですね、すごい覚えてる。必ずマストなんだよ、っていう。そう考えて。で、釧路くんが言って、満足しちゃいましたよ。なんで今なんかこう超元帥、僕のこと見てるんだから。だからこれで、でもね、これで教えてしまうのあれだけど、ちょっと微妙な空気が流れた瞬間で、通な人は、元帥の目線見ると絶対セリフを言うはずの人を見てるからお前気づけっていう顔をしながら僕ものんきなもんで、もう自分はもうない。しかもそれ2日目だからな。そう、ね、初日完璧にできてるんだからね。気合が抜けてるとしたら申し訳ないです本当に。あとで星丸大佐も来るから、多分その言い訳は結構あると思う。あれは俺が悪いんじゃないっていう。袖に入ってきすぎました。あ、俺だって。なんであんな熱い視線を送ってるんですか。なんで今まで見てるんだろう。で、その場で春木大佐にすいませんでした。そうだよね、もうごまかすのは春木しかいないよ。まあ、っていうような形で、まあ、ともかくでも、まあ、でもそういうふうに考えると、ええ、その帝国の式典って中盤にオールナイト14というトークのコーナーがあるのは非常にありがたいことだねっていう。本当ですよ。僕はありがたいことは救われてないですよね。いや、逆に言うと、あの八尾大将の失敗があったから、あの日は全部真島で押すことになった。本当ですよ。本当に真島で押すしかないよ。俺のミス、オールナイトの後だ、うん、そうなんだよ。だからそこはね、どうしようもないんですよ。やるなら前半にしてくれ。そうですね。前半にしてくれ。そこで今回の式の流れが変わる。たった1日でこんだけ流れが変わるんですよ。だからそのミス八尾大将って呼んだ瞬間にポーザワッとなったわけじゃない。ザワッとなりましたね、会場中が。で、君本人は気づいてなかった。気づいてなかったんですよ、立ち悪いことに。で、あの時みんな何とかしようっていう気持ちは一瞬あったんだと思うんだけど、拾ったらやけどする。拾ったら自分がやけどする。もうスルーするしかないよね。すべて真島大佐の罪にしてもう袖で誰だ今のって誰だ今僕ら話してましたもんね。真島大佐ですっていう。ああ、真島大佐ならいいか。オールナイトメンバーでいるもんな。あ、じゃあ今日は真島いじりだと思って。あいたーがあそこまで伸びると思わなかった。本当ですよね。あいたー結構伸びた。伸びましたね。うん、もう断ることにですもんね。だってもうケムさんも書いてるけど、はい、ケムさんから、終戦です、真島大佐こんばんは、はい、18日19の帝国キネマクラブお疲れ様でした。2日間とも行かせていただきました。ありがとうございます。2日間見てる人は面白いだろうな、あの違いは。そうだね、確かに。忘れもしないあの言葉、真島大佐の「あいたー」、あれこそが歴史に残る瞬間ではないでしょうか。真島大佐だけに見えた八尾大将。式典終わってからも他のリッターさんや市民の方々が「あいた!」とやっている姿が面白かった。だけど最後に元帥までもが死んでしまうとはハラハラドキドキでした。どうなることやら来月の式典が待ち遠しくなってきました。真島大佐のさらなる飛躍を期待しております。ありがとうございます。
黒崎中尉のオレンがとても可愛かったので次回もオレンご出演願います。おじゃあ黒崎に伝えておきます。真島にも伝えておきます。いやあれ、お嬢さんいるよ。あいたかが良かったって。誰に話してるんですか。八尾大将。ああ、見えない。僕にも見えない。おかしいな。僕はもう二度と見えない。もっともっといじめていけば、あの2つが出ると思う。3つ出させてやります。2つ出させて。じゃあ今度黒崎に頼んで、そうですね、やってみましょうか。はい、じゃあ今週、まあ、今週もとにかくいろんな人たち呼びますね。そうですね。また五十嵐もちょっと、はい、気が向いたらまた来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。お相手は現世こと楠本修正と、マーシーこと真島新太と、正義のリッター五十嵐大樹中佐でした。また明日。バイバイ。バイバイ。